カエルを描けばいいですね。全然イメージ湧かないな。チンギのさ、あら、チンギあらめならじゃない、ないか、ないか。でも何歳何歳ってんの。めっちゃ軽いじゃないですか。うまくね。完成。こちらでございます。俺、1分で描きます。最悪になっちゃうから。分かってないですよ。スポンが早い早い。早いです。田中です。一分もかからなかったっす。30秒で。撮らせていただきました。先に目を。いけると思う。一回やってみ。ちょっと自信が。ないんかい。はい、これは目。はい、顔はこれで、あと、はい、これです。どうですか。これは虫。助けて。どうですか。カエルの特徴を意識した手にしていきたいですね。手何個あったっけ。こうなってこうだね。できました。僕が描いたカエルはこちら。ズドン。さあ、なんと言っていい。ねえ、見て爪、見て綺麗でしょ。カエル出ました。バン。カエルじゃねえ。オトマダクティ前。ちょっと足生えちゃった。進化前、進化前。正面からの目で行こうかな。ひねる足元。うん、光ってる。変わんない。これはちょっとこれはやばいかもしれない。できました。ヨガ君らしいです。以上、カエルでした。カエルか。カエルが目と口と耳がある。耳？カエルって耳ないっけ？ない。え？目と耳がいてないの？なんか、あーあー、なんかこういう感じか。え、おもろいな、意外と。次の方。いいね。ということで、俺の絵描きは終わりです、これで。カエルタッチでした。むずカエルって。カエルってどんな絵ですか。ちょっとむずいな。はい。カエルのお腹にこういうのがあって気がするなっていうのがあるんです。流星があるかもしれない。ピカス的な天才要素あるんじゃないかなって最近思い出した。